皆さん、おばんでーす、サントスです。はい、今回はですね、動画のタイトルにもある通り、ちょっと今後ですね、解説、ポケモンカードを中心とした、解説に読んでいただくことについての、ちょっとお話をね、していただければなと思います。基本的には、今後解説にはね、あまり積極的に出ていかないっていうところの考えなんですけれども、なんでそんなちょっと曖昧に言ってるのかっていうのは、ちょっと順を持ってね、お話しできればと思っております。大きく6つに分けてね、話をしていきたいかなと思いますので、一つずつね、お話しできればと思います。で、まず、なんでサントスでポケモンカードの、解説やってるんだっていう、経緯からですね、お話をさせていただくと、2017年の WCS の世界大会の実況解説を決めるですね、大会がありまして、ポケモンさん、ゲーム実況者最強決定戦、超会議でしたかね。その年も超会議でやらせていただいたので、優勝させていただいたのがあって、2017年の実況解説をやらせていただく、ゲームの方の実況解説をやらせていただくことになりましたと。で、その時って、今考えると結構びっくりの内容なんですけど、3日間ゲームもカードも実況解説も含めてこう出るっていう出演の仕方だったので、カードほとんどやったことなくて、当時はポニータイシーさんが解説して、私は横からちょっと話を振るぐらいだったんですけれども、そういう形で初めてポケモンカード接点を持ちましたと。で、普通に面白そうだなと思ったので、WCS 終わった後にそこから少しずつ始めて、ポケモンカードを本格的にやり始めたんですけれども、それの半年後くらいですかね、こうか不幸か、たまたまちょっとそのゲームの解説やもうやってもらったので、ポケカーの方も始めたって気になるので、できませんかってお話をいただきましたと。でも、始めて半年なので、いや、ちょっとさすがに無理ですと。ただ、横からなんか質問するぐらいの枠だったらできるので、そういう枠でもいいなら、お手伝いさせてくださいって話をさせてもらったところ、そういった形で出させてもらって、で、サントさん、普通になんか、出ても大丈夫ですね、感なことをお伝えいただいて、そこからちょこちょこ出演させてもらって、気づけば、なんかメイン解説させてもらってるようなポジになりましたね。で、ここについては、私の中でも違和感はいろいろあったんですけれども、やらせてもらっていただく以上は、できる限り頑張りたいなと思って、続けてきたっていうのが、まず経緯ですかね。はい。一つ目の話は以上ですと。で、今回、辞める決断をした、一番の理由のとこですかね。実力不足が一番ですかね。これは、今回限った話ではなく、ずっと自分の中でも思っていた思いで、すごいこう、なんですかね、単純にポケモンカードの解説をするレベルの実力がないっていうのは、常々思ってました。経験値であったり、今までの累積のプレイ時間、考察力含めて、解説の人が、に求められるレベルに達していないなっていうのは、常々思ってました。で、そこに対して申し訳なさもありつつも、自分を、解説に出てほしいっていう連絡もある中の葛藤もあったので、ちょっと今までは出る方を優先してはいたんですけれども、昨日のリザードの HR の争奪戦の時のこともあって、じゃあ今回停止にしたっていう感じですかね。で、自分の実力はどれくらいかちょっとわからない人もいると思うので、過去の戦績とかのお話をすると、チャンピオンズリーグが、解説基本出れないんですけども、1回出させてもらった時が4-3。その次の大きい大会のシティリーグが4回出させてもらって、1回3位になったんですけども、残り3回は予選敗退ってことで、1回いい結果出るくらいは、ラッキーでもあることなので、複数回勝ち上がるくらいの実力は最低限でもないとな、っていうふうのは思ってました。はい。っていうとこと、あと実力がないなりに、できる限り準備をしようと思って、今回のはですね、シールド戦の準備もね、してきたつもりではあったんですけれども、ちょっと一部解説としてミスをしてしまったところもあったので、そうですね。いい解説ができなかったというところで、ネガティブな声が多少見られたというところもあって、今回、
じゃあまあもうしょ、まあ、ここまでやってというと表現あれですけども、まあ、自分なりに準備した都合でもうまくいかなかったのであれば、まあ、決心をするタイミングかなと思ったというところはありました。はい。まあ、実際自分自身も回してたりしたんですけども、まあ、その回す回数がそもそも足りてなかったっていうのもあるので、まあ、それで取ったかなと思います。はい。で、3つ目ですね、3つ目の話としては、まあ、選手として頑張ってみたいなという気持ちも結構ずっと持っていましたと。まあ、先ほどお話ししたこのチャンピオンズリーグとかは、解説できること多かったんですけども、その反面結構選手としても出たいなっていう気持ちがあったので、まあ、その解説として出ないっていうことは今後選手としてより出れるっていうチャンスかなと思っているので、まあ、そういった形でね頑張っていきたいなと思ってます。まあ、そうですね、チャンピオンズリーグに出れないことによってこうポケモンカードのモチベーションですね、管理が自分の中で難しかったっていうのもありますね。選手として出れるっていう準備をするのと、解説として出るっていうことでね、準備するのって、多分同じモチベーションじゃないかなと思っていて、どれくらい頑張るかとか、どれくらい熱を入れて練習するかっていうところは、やっぱり微妙に差が出てきてしまうとかなと思うので、そういう意味でも、ポケモンカードに対するこの熱を自分の中で戻すためにも、選手として肘を置くことは、まあいいことではないかなと思ってます。はい。で、4つ目ですね。まあ、解説が、は、まあ、プロがする時代が来たなと思ってます。で、これ何の話かというと、他のゲームとかの、解説をとかもいろいろ見させてもらったりして、まあ、勉強しようかなと、ね、見たりもしたんですけれども、やっぱすごいなと、そのプロプレイヤーが選手として出ない時に解説して呼ばれて話すことが結構あったんですけども、話が上手いとかどうとかっていうことじゃなくて、やっている量とか、考説している量が桁違いな人が話すから面白いことってやっぱりあると思うんですよね。で、まあそれが解説だと思ってますし、そういうのを他のゲームとか配信で見て、たくさん見ている人が、私が解説していることに対して、まあ物足りないなと思う気持ちが出てくるのは、まあ至極当然のことかなと思いますと。で、そこに対して、ポケモンカードも、まあ、プロプレイヤーの方がいらっしゃったり、まあ、四天王という、まあ、実力や功績によって、公式からですね、明確なポジションを取られている方もいらっしゃいますので、そういった方がね、今後優先してやっていくことで、いい、こう、解説がね、より進むのではないかなと思います。まあ、私自身、ただサラリーマンが趣味でやってるのと、プロの方がやるのでは、やっぱりレベルっていうのはかなり違うかなと思うので、まあ、そういった意味でね、プロの方がやっていった方がいいものになってくるかなと思います。はい。で、5つ目ですね。ちょっと冒頭にお伝えさせてもらった、なんかちょっと含みのある発言で、ちょっとなんか完全にやめるみたいな感じじゃない本にお話しさせてもらって、すごい往生際の悪いことをこのタイミングで言って申し訳ないんですけども、次の挙げる2つのパターンの場合は、もしかすると出ることがあるかもしれませんというので、1つ目は、どうしてもプロプレイヤーの四天王とか他のもっと優先して出てほしい人が解説に捕まらない、どうしても本当に誰もいなくてもうサントスしかいないみたいになった時は出るかもしれないです。で、これなぜかというと、やっぱそのドワンゴの方とかポケカに携わる関係者の方には今までこう自分を推薦していただいたという恩があるので、まあ、その恩がある中で、本当にその人たちが困っている中で、自分のわがままを突き通すために、こう、見捨てるとか見過ごすみたいなことをするっていうのは、ちょっと自分としても心苦しいっていうところがあるので、先ほどお話しあった通り、基本的に、いや、この人いいんじゃないですか、この人と声かけてみましょうよっていうのは、多選をするところをまずは優先してやっていきたいなと思うんですけども、どうしても誰も捕まらなくて、困ってるって状況があったら出ることがあるかもしれないので、まあ、もし私が解説でしたら、まあ、よっぽど人が捕まんなくて、まあ、妥協のさらに妥協くらいで、ちょっと我慢していただければなと思います。はい、はい。あともう一つが、昨日のリザードHRの時ですね、もあったと思うんですけど、選手として出て、その後、横でサブ解説で来るっていうポジションは、まあそんなに悪くないかなと思ってます。で、これ理由としては、例
えば実況の人がレベル10でプロの人がレベル100だとして、対戦で終わってきた人って例えば50とか60、私が例えば仮に50だとしたら、50の人までは考えられるけど100の人しか考えられない、その間の50を埋めるための質問とか、どういう考えがあるかっていうのを聞くことができると思うんですよね。で、その質問って結構視聴者の方も聞きたいこととかだったりするかもしれないので、そういった観点に質問を投げかけてみたり、話を振ってみたりするっていうポジションで、1試合とか2試合多少ですね、選手として、まあ、もしお呼ばれすることがあるなら流れとして入れることは、先ほど言ったことにもあまり反しないかなと思いますので、そういった形で多少出るっていうことはあるかもしれません。はい。なのでちょっとここまで話をしてお上際が悪いんですけども、そういう携わり方はありかなと思ってます。はい。最後まとめ的なお話をさせていただくと、まあ、ちょっとやめるという言葉からちょっとネガティブ的な発想になりがちなんですけど、私としてはあまりそう捉えてほしくなくて、まあ、さっきお話しさせてもらった通り、プロの方がやっていくことが、まあ、この今の時代の流れとして一番待っていることかなと思うので、まあ、ポケモンカードがゲームとしてこうより反映していくことに対して、まあ、あるべき姿の流れに乗っていくことができる判断かなというのを個人的には思ってます。はい。なので、まあ、結構いいことなのかなと思ってます。で、私自身も選手として頑張ってみる、より力を入れて頑張りたいっていう新しい取り組みなので、まあ、そこに対して結構ポジティブな気持ちを持っていますので、まあ、ぜひですね、いい結果を出して、まあ、選手としても頑張っていきたいなと思っております。はい。で、まあ、先ほどお話しさせてもらった通り、ちょっとだけ解説に出たりとかもあるとかもしれないし、まあ、選手として出ることとかもあるかもしれないので、まあ、どんな出演の仕方が今後あるかわからないし、まあ、今後一切出ないかもしれないんですけれども、まあ、何かしら皆さんの放送に出る時期があれば、まあ、温かい目でね、見ていただけると嬉しいなと思います。はい。まあ、いろんな気持ちがあるので、ちょっとすべてお伝えできないですけども、まあ、今回の経営出案をするにあたって、まあ、優先度の高いね、ところということで3つほどお伝えさせていただきました。はい、以上となります。また何か、皆さんの前に伝えられたら、その時はよろしくお願いします。では、失礼します。